はいどうも、吉田茂です。今回はユニコーンステークス G3 のレース開講をするんですが、まあ、やはり先週に引き続きですけど、高速タイムの解釈っていうのが、やっぱりなんか早いタイム出た時に、そのタイムにどれぐらいの価値があるのかっていうのは一応知っておきたいと思うんですよね。いきなりですが、こちら過去10年間のユニコーンステークスのタイム、早い順に並べたものなんですが、今年のスマッシャーのこの1分34秒4というのは最速タイムで、2番目が1分34秒9ということで、大幅にユニコーンステークスとしては速いレコードが出たということなんですね。馬場状態、確かに重馬場ではありましたが、他のレースにおいても重っていうのは何度もあるわけなんで、そういった意味では過去にも何度も重馬場があった中では、その中においても今年は速いと。確かにその午前中は不良馬場でしたから、重というグループの中でも少し早い部類の馬場にあったことは間違いないとは思うんですけどね。その他、東京のダート1600トータルで見た時に、過去5年間のデータの中で比較したとしても4番目に早いと、過去5年間で4番目の走破タイムということになるわけなんですね。しかも今年のフェブラリーステークスカフェファラオが1分34秒4、このようにですね、今回のユニコーンステークスより速いレースっていうのは G1 の2つ、そして D3 の1つということで、いかに速かったかっていうことはこれからもわかると思うんですね。当然ですね、不良馬場において行われたレースもたくさんあるということなんで、馬場が速いということを差し置いたとしても、やはりペースも上がって走破タイムも非常に速くて、単純に数字だけを見れば非常に高い評価を与えていいレース、そして上位馬のレースだったと思いますね。で、一応ラップの中身の方を見ておきますと、速いといった時に何が原因で速かったのかっていうことなんですけど、大体全体が速いわけなんですが、まず前半の 600m、 1600m を600、400、600っていうふうに分けた時に、最初の 600m が34秒0ということで、これデムロジョッキーが非常に強気にプロパーティオが逃げたっていうところで34秒0、カレン・ロマチェンコが逃げれないぐらいのペースでもあったっていうことで、これが過去2番目の速さになっているんですね。その中盤、600m から 1000m のこの 400m の区間においては、24秒0ということで、ここが最速タイムだったんですね。普通のレースだと、例年のレースだと、ここの中のところで少し緩むっていうのが常なんですが、デムロジョッキーが非常に強気に運んだことによって、中盤も緩まず流れたというところで、これで前半 1000m が58秒で流れているという、このハイペースなわけなんですね。前半中盤が速いわけなんですけど、当然ババも速くて、前の馬もサバーを含めて簡単に止まらなかったっていうことで、非常にラストのタイムも速いというところで36秒4っていうタイムになっていると。なので、マイル戦ですけど、一貫して速いペースで流れたレースっていうことは言えると思うんですね。当然上位馬の評価をどうしていくか、もちろん下位に敗れた馬たちも今後有望だとは思うんですけど、一応評価を下しておきますと、まず着差的にですね、このレースの評価対象になるのはこの1着2着馬だと思うんですけど、スマッシャー、これ僕の予想動画の本命でもありましたが、やはり展開の恵みっていうのはあったと思うんですけど、かなりレベル高い馬なのかなと。やっぱりこの走りの中にですね、こう馬体に変なブレとか余計な動きっていうのがなくて、こう一心不乱にまっすぐに走れる馬なんで、そこがいいと。で、1600m だったら今回のようなやっぱり速い馬場がベストかなと。客室的にも東京が合うっていうのもありますけど、馬のタイプ的には、マジェスティックウォリアに典型なように、1400m あたりがやっぱりベストなのかなとは僕は思いますけど、そういう意味では大きなレースっていうとちょっと出る番が少なくはなってくると思うんですね。で、次2着非常に頑張ったサバなんですけど、こちらちょっと僕は拾いきれなかったですけど、カフェファラオに近い競馬をしたと思うんですね。この前で粘ったのはこの馬のみで、このハイペース戦で前が崩れたわけなんですけど、唯一前で残ったのがこのサバという馬ですね。1400m のスピード戦がやっぱり理想かなと。これは成績からも明らかですよね。今後もそういったことになると思うんですけど、これ昨年のユニコーンステークスっていうのはカフェファラオが勝ったレースなんですけど、ラップの配分がですね、非常に似ていて、もちろん今年が重馬場だった分、各ハローのタイムは早いんですけど、でも本当にそこからプラス 0.2 プラス 0.2 ぐらい 0.1 とかしていけば去年のタイムになるっていうことで、
まあなんというか本当にレースの配分としては実質的にペース配分は一緒だったわけなんですね。ただそれをカフェファラオっていうのは2番手で押し切っているっていうところで、やっぱりこのカフェファラオっていうのはすごいなってわかるんですけど、そう考えるとサバも同じようなレース同じようなポジションでやっているので、まあ、カフェファラオに相当する力があるとは言わないまでも、スピード戦になった時の能力っていうのはカフェファラオに劣らないぐらいのポテンシャルを秘めているっていう馬の認識でいいと思うんですね。まあ、当然ですね、スマッシャーよりもこの先行力があるということで、この競馬の再現性が高いということなんで、今後この同じようなレースになった時どっちを買うかっていうとサバを買いたいかなと思いますね。3着、これ、ロベージですね。K.I. ロベージ3着なんですけど、まあ、まずこの馬の構想というのは、まあ、出遅れ後方からまあペースが向いたということもありますけど、スマッシャーの少し真後ろら辺を追走していたので、そこを抜けたところ、インでですね、ロスなく勝ち馬の後ろを回ってきたというところで、まず進路が確保できたという。まあ、この勝ち馬の後ろの進路を通るというのは、やっぱり構想の重要なポイントで、例えば昨日のマーメイドステークスの方でも、勝ち馬藤掛ジョッキーが逃げていたその後ろに、福永ジョッキーのシャドウディーバがですね、追走していたっていう、まあ、そこは読んでいたかは分かりませんけど、やっぱりそういったポジション取りっていうのは重要になってくると思うんですけど、まあ、それはいいとして、今回のようなダートの速い馬場のインコースっていうのは、構想の重要なポイントかなと僕は思っていて、この高速馬場だったり高速決着っていうのはやっぱりそのコースロスをしていては間に合わないというか、今回のようなすごく速いタイム、外を回していたら当然出せるタイムというのは限界が出てくるので、いかにロスなくレースを運ぶかという観点で見たときに、今回の上位3頭というのは特にコーナーにおいて全くロスしていないわけなんですよね。そういったところをもう一歩深めてみますと、まあ、この東京のダート1600に限定しますが、枠順と馬場状態で馬場によってこの枠の成績っていうのはやっぱり変わってくるわけなんで、両馬場とそして主不良っていうのを比較しますね。茶色方が両馬場で、基本的に東京ダート 1600m って外枠が有利とよく言われますけど、まあ、それは確かにそうで、特に両馬場の時においてはそれが顕著なんですが、しかしこの黒い方のグラフを見ると、内枠の時に右側が大きくなっていて、例えば3枠4枠ですねに対して6枠7枠だと落ちますよね。これ副勝率でも同じような傾向が出てくるんですね。2枠3枠では黒い部分が上がっています。しかし6枠が下がる、まあ、7枠はまあイーブンでも8枠で下がるというところで、その副勝率勝率自体は決して主不良においても外枠が悪いわけではないんですけど、落ちるのは落ちるんですね。まあ、ということですね、主不良馬場においてはこの内枠の2から5枠ぐらいが現状維持が上昇するのに対して6枠だったり7枠っていうのが成績を落とすっていうのがこの東京ダート 1600m の傾向なんですよね。まあ、それっていうのは今回のレースにも非常に反映されたかなと思うんですが、まあ、もちろんサバっていうのは先行できたので問題なかったんですけど、まあ、スマッシャーなんかはいかにもこれをこの恩恵を受けたかなという感じなんですが、まあ、この原因をですね簡単に探ってみますと、ですね、これ3コーナーのポジション、まあ、東京の 1600m 最初3コーナーが向かいますけど、ここのポジション取りをですねこれ割合で表記したもので、小さい方が前にいるということなんですが、微妙な差ではありますけど、内枠の方が黒い部分が下に降りていますよね。つまり雨が降った時に、内枠の馬っていうのはポジションが前になると先行しやすいということで、それとは対照的に、外枠は速い馬場で先行しづらいと、この黒いグラフが右上に上がってますよね。黒いグラフの方が上にありますよね。つまりポジションが後ろになってるんですね。まあ、でもこれはこのコースの特殊な部分が影響していると思っていて、重い芝を走る外枠に対してこれ軽いダートですね、軽いダートを走れる内枠っていう関係性になるので、非常に軽いダートと重い芝っていうのはだいたいタイムに似通ってきますよね。そうなるとダッシュのつき具合が内外でイーブンになるということで、まあ、それだったら内枠の方が出やすいだろうということで、内枠の馬の先行度合いがアップするという関係性だと思うんですね。まあ、つまり雨が降っていなければ当然芝のところを走る方が早いわけなんで、外枠の馬が先行しやすいっていう構造になっているんですけど、これが雨が降るとまあイーブンになると、逆転まではしないですけどイーブンフラットになるっていうところで、
成績に変化が現れているんだなと思うんですね。まあ、そこら辺も影響してスマッシャーというのはですね、いつもよりもポジションが少し前が取れたと思うんですね。またこの速いダート戦において距離適正というのが少しずれてくると思っていて、まあ、このあたりはより深く別の動画で上げようと思うんですが、まあ、スマッシャーもサバもですね、1400m の勝ち鞍があった馬で、まあ、そういった馬が上位に来たと、まあ、こういうスピード戦ではやっぱりこういう馬が来るっていうのは僕も思っていて、まあ、個人的にはですね、いつも速い東京ダート 1600m 戦では、まあ、1400m 適正の高い馬を狙う、好んで狙っているんですね。まあ、1400m 適正の高い馬っていうのは成績の上でももちろんそうですけど、やっぱり 1600m をメインにしている馬、 1800m をメインにしている馬とパドックで見比べた時にやっぱり体型的に締まりのある、そしてピッチ型の馬がやっぱり1400とかに向いている馬っていうのは多いと思うんですね。やっぱり距離が短くなるに従って筋肉量が必要になってきますから、発力ではなくスピードの持続性っていうのは筋肉が必要になってくると思うので、まあ、そういった筋肉の緩さのない馬っていうのを僕は狙っていて、まあ、そこも今回スマッシャーを狙えた一つの理由でもあるんですけど、まあ、ここの出し入れをうまくやっていくと東京のダート戦っていうのはうまく付き合えると思うんですね。まあ、というのもやっぱり阪神とか他の競馬場ってその微妙な距離の刻みってないじゃないですか。特にダートのマイル戦ってないですよね。ダートの1400と1800とか1200と1700とか距離差が非常に広がるので、まあ、ここの出し入れってちょっと難しくて距離適正があまりに違うんですけど、東京の場合だとこの 200m っていう差だったら本当にちょっとしたズレで1600で苦戦していた馬が1400で好走したり、1400で強かった馬が1600で人気を落としてそこで逆に好走するとか、いろんな出し入れがしやすくて面白いんですね。まあ、このあたりはですね、データなどでこの根拠を示しづらい内容ではあるので、まあ、かえってここを信じることが重要かなと僕は思っていて、まあ、データで簡単に出せるものっていうのは、まあ、日本中誰でもが見れる情報であるわけなんですよね。でもこういったふうに視覚的に、馬体の感じとか筋肉のつき方とか、そういったですね、データ化できない部分について総合的に判断するっていうことは、本当に予想においては重要だと思っているんですけど、まあ、そのあたり僕もよりうまく言語化して伝えれれば楽しいかなと思うんですけど、まあ、そのあたりはですね、また詳細は別の動画で出そうかなと思います。まあ、テーマとしては東京ダートの 1600m と 1400m の出し入れみたいな形で動画を出そうかなと思いますので、まあ、気になる点なんかについてコメントいただけるとそこら辺も勘案しながら動画に還元したいかなと思います。まあ、少し話がいろんなところに飛んでいきましたが、まあ、一応これでユニコーンステークスの回顧を終わりたいと思います。以上、吉田しきるでした。